まあ、自分たちがやりたいサッカーが、できていると思いますし、決めれるチャンスで決めているので今勝てているというふうに思っていて、この間の千葉戦だったら後半の時間帯で、相手に流れを渡す時間もあったので、もう少し圧倒できるようになればもっともっといいのかなと思います。前線の選手、上手い選手が多いので、その攻撃の崩しの感覚だったりとかを、特に今前の選手がすごく共有できてるなっていう感じはあるので、そこを僕たちも後ろからサポートしつつ、いい攻撃が、まあ、もっともっと良くなると思うので、良くなっていけばいいかなと思います。監督も変わったりもあったし、まあ、もともと上手い選手がたくさんいるので、本当に気を抜けばやられますし、ただまあ自分たちが気を抜かずにいつも通りのプレーができれば、いいチームですけど勝てると思います。お願いします。まあ、上位相手だったり勝ち点が一緒の相手ということで、まあ、勝てば上に上がるし負ければ下がるしっていう本当難しい試合の中で、まあ、まずはホームでやれたっていうのはすごい大きかったと思いますし、まあ、サポーターの声援だったり自分たちがいい準備できたので、まあ、それが結果となって勝ちになったのも良かったと思います。まあ、成熟してきてると思いますし、まあ、次第に選手の距離感だったり連動性というのは増していると思うので、それが、まあ、ゴールという形になって現れて本当に良かったと思います。まあ、継続してやらなければ僕たちは本当全勝しないと、まあ、プレーオフだったり昇格というのは見えてこないと思うので、まあ、まずは目の前の一戦にこだわって勝ち続けるのみだと思います。